ジュリオ・セルジオ・ベルタ・ニオーリは、ブラジル・リベーラン・プレット出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。祖父がイタリア人であるため、イタリア国籍も保有している。1995年に、ボタフォゴ SP のユースチームでキャリアをスタートし、1999年にトップチームに昇格。その後は、控えのゴールキーパーとして、 ブラジル国内のクラブを渡り歩き、2002年にメ門モンサントス FC へ移籍。ここでレギュラーをつかみ、2度の優勝に貢献した。2005年は EC ジュベントゥージ、2006年はアメリカ SP に所属し、同年にエースローマ1年インセンティブ3年の契約でテスト入団した。入団当初はチームの守護神。 ドニの控えの第 2GK として位置づけされていたものの2008から09シーズン終了時まで公式戦の出場はなく2008年にアルトゥールが移籍してきて以降は第 3GK に降格したしかし当時の監督であったルチアーノ・スパレッティの信頼は厚くセリエ A 最高の第 3GK だと評価した2009から10シーズンはドニの負傷に加え アルトゥールも不調であったことから2009年8月30日のユベントス FC 戦でスターティングメンバーに抜擢されセリエ A デビューを果たしたこの試合では3ゴールを奪われて敗戦しスパレッティも辞任することとなったが後任のクラウディオ・ラニエリは初戦となった a c c ーナ戦でジュリオ・セルジオを起用し勝利した UEFA ヨーロッパリーグのフラム FC 戦で ドニが再び負傷したため途中出場すると、その後は先発起用され、SS ラツヨとのローマダービーでも、ラツヨを無失点に抑え勝利に貢献した。ローマ対談後の2014年に、ブラジルへ帰国し、古巣のコメルシアウ f C でプレーした後に現役を引退。2015年よりカンピオナー突破ウリスタセリエー3の AAA フランカーナに指揮官として復帰することになって、 いたが、クラブの財政問題により契約を解除した。同年6月13日、カンピオナーとブラジレーロセリエ D のクルーベレクレアチーボ、アトレチコカタラーノの監督に就任した。2016年3月31日、1から4で敗戦した、アナポリス FC 戦後に辞任することを発表した。同年10月5日、ジョゼ・カルロス・セホーオンの公認として2017年により、 セルトンジーニョ FC を指揮することが決定した。ありがとうございます。